ツの経歴知ってますか？確か幼い頃は東ベルリンの施設にいたとか。もっと知る必要がありますね。それが彼を語る上でも重要なポイントなんです。彼のいた施設、それはひどいところでした。彼は実にいい子でした。でもあの施設で彼がどんなひどい目にあったか、そこで彼の精神がどんな風に切り刻まれていったか。子供の権利条約第6条、生命への権利、生存発達の確保。第8条、アイデンティティの保全。第19条、虐待からの保護。いや、そんなものあげるのも虚しい悪夢のような場所だったんですよ。あの511キンダーハイムというところは。娘さんには会えそうですか？ん？なんで、なぜ知ってるんだ？さっきお宅で電話されてたのは娘さんですか？ん？会われるんですか？明日あたり。何なんだ？お前の目的は？大学のレポートを書くことです。そうじゃない。お前が今シューバルトのところにいる目的だ。お前は誰なんだ？あなたはお酒に酔って少年を撃ったと言いましたね。その前に私の質問に答えろ。あの日、確かにあなたは少年を殺した後、バーで飲んでいる姿を目撃されている。でもおかしいんですよね。僕の調べたところだと、少年を殺害する前に、あなたが飲んでいる姿を見かけた人が、一人もいないんですよ。あなた、少年を撃った時、飲んでいなかったんじゃないですか？の、シラフだった。冷静だった。彼を処刑しようと思って冷静に引き金を引いた。違いますか？違う。なぜ忘れようとするんですか？それとも嘘をついているんですか？その嘘は他人に対してですか？それとも自分に対してですか？あの少年の罪は確定していましたか？あなたに彼を処刑する権利はありますか？嘘をつけば、あなたの罪がなくなると思いますか？なんて重い罪なんだ。そんな重い罪を犯した人間が、立派に立ち直ったような顔をして、娘さんに会うんですか？飲みませんか？ギーレン、ドクターギーレンか？ん？警察です。あなたの患者のリヒャルト・ブラウンが死にました。はっ。